パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。モンモデル、ドイツ軍重戦車キングタイガーヘンシェルターレットです。はい、キングタイガー結構久しぶりですね。3回目ぐらいですかね。はい、まあ正直な話、あんまりキングタイガーきっと持ってないんですね。あ、僕嫌いってわけじゃないんですけど、なんかかっこよすぎるっていうんですかね。はい、やっぱりタイガーマン戦車の武骨なスタイルが好きすぎて、キングタイガーいまいち買ってなかったんですけど、これは4年ぐらい前ですかね。はい、タコムとかこうなんか競うようにしてキングタイガー出してた頃のキットで、はい、もう、まあ、絶対いいやつだなと思って買ったやつなんで、はい。じゃあ早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。これは砲塔ですね。車体のパーツですね。サイドスカートとか入ってますね。これはフィギュアとクリアパーツですね。はい、足回りと履帯ですね。これは砲塔回りですかね。はい、あと車体のパーツも一部入ってますね。これも足回りですね。箱組み済みの下部車体です。これは車体ですね。はい、上部車体のパーツですね。エッチングパーツです。はい、金属方針ですね。レガールです。パーツは以上です。組み立て説明図ですね。はい、表紙っていうか、序盤、自社の解説とか結構書いてあるんですけど、こういう感じでかなり長く書いてあるんですね。はい、でここからですね。はい、注意書きから車輪の組み立てからですね。まあ基本貼り合わせで、ポリキャップですね。はい、気取り以外はポリキャップ使ってますね。はい、あとホイールキャップつけて、でこれですね、中側っていうんですか、このパーツ、多分トーション盤を固定する、まあガイドみたいなパーツを入れてますね。はい、あと気取り抜き部で、面白いのは箱組み済みでこういうガイドがついてるんですよね。はい、面白い。で、まあ、トーションバーつけて、こういう感じですね。まあ、平行にしろと書いてありますけど、見る限り、チグはないですね。はい。で、気取りの基部とか、夕取りの基部はめて、内側の天輪からはめてってますね。はい。で、外側はつけて、車輪はこれで全部ですね。はい。リアパネルと。もうこの辺はもうなんかおなじみですよね。そんなついてるものが多くないんで、ジャッキ台とか、まあこういったシャックルとか、あとまあこういう細かいパーツつけてますね。で、排気管ですね。パーツの数が多分あんま多くないんで、組み立てやすそうですね。はい。で、カバーつけて、車間灯つけて、こんな感じでリアパネルはめて、くっつけて、下はほぼ完成かな。はい。で、ここで履帯ですね。はい。部分分割式ですね。これですね。上のこのたるみのところだけ、チグがありますね。で、上部車体ですね。これでも面白いですよね。
インテリア別にないのに走行は正面走行内側つけて、こうエンジンパネルの上はこうフレームがちょ別体なんですね、うんうんうん、で乗車台の天井とか、これなんだろう、ボールマウントですかね、これね、はいですね。で、まあ内側につけられるパーツですか、ペリスコープとか車載機銃つけて、ここは分割なんですね、はい、面白いな、はいはいはい。でエンジンパネルの上の工作ですね、まあこの辺も割とこう普通っていうんですか、グリルのところは分割ですけど、あとメッシュで、この辺のフックとか小物が分割で、まあパーツこれだけですよね、はい。で右側に、牽引ワイヤーつけて、はい、エンジン点検ハッチですね、はい、ここもまあ普通ですかね、はい、パーツの数はそんな極端に多くないですね、うん。で運転席のところの天井ですね、はい。でパネルを貼って反対側に牽引ワイヤーつけて、で OVM ですね、あとね、はい。あとこれですね、あの砲塔の後ろの下のところにつく、あの網っていうんですか、ガードの網で、これはあのチグがついてますね、あのこれプレスしてやりますね、はい、これ助かりますね。ここ曲げるのすごく難しいんですよね、これね、はい。で残った OVM とかこのガードメッシュつけて車体を貼り合わせて、多分車体は完成ですよね、はい。ああごめんなさい、リアパネル、マットガードとかジャッキーがまだ残ってて、はいはいはい、あの前照灯とか、はい、フロントやサイドのフェンダーですね、はい。で砲塔ですね、これも二重構造してますね、はい。いや面白いですね、ペリスコープも、まあ、内側からこう組み立ててますね、はいはい。で手法の基部か、はい、まあなんかこれだけなんですね、はい、椅子と基部がちょっとついてるだけで、で砲塔は天井とか貼り合わせて正面走行くっつけて、これも多分クリアパーツですよね、ペリスコープつけて、リアハッチだ、ペリスコープガイドだ、ベンチレターカバーだつけて、はい。でまあ側面の履帯のフックですかね、はい、うん。まあでももちもちやっぱりこういうところを細かく分割されてますよね、うん、はい。結構ついてますよね、細かいパーツは。でこれは主砲のザコフと予備履帯を組み立てて、主砲だと、これは対空機銃ですかね、はい、ですね、はい。でローダーズハッチかな、これはね、はい。でコマンダキューポラのハッチつけて各種取り付けると、はい、完成ですね、はい。あとは、付属のフィギュアの塗装例ですね、うん。あのまあ予想通りシンプルな感じですね、はい。最後にこれですか、パーツ図、うん。パーツもそんなに多くないですよね。で残りは塗装図ですね、はい。まあ有名どころっていうんですかね、530戦車大隊とか550戦車大隊、これですよね、はい。まあ高猛だったところを抑えてるっていうんですかね、こういう感じですね、はい。これは509ですね、はいはいはい。最後はカラーチャートですね、はい。デカールです、はい。
鉄十字、車体番号、あと、まあ、砲塔側面の、はい、舞台マークですかね。これですね。これだけですね。はい。金属方針ですね。はい。まあ、アルミの引き物ですね。当然、純正なんで、ポン付け可能です。エッチングパーツですね。はい。まあ、メッシュは分かりやすいですよね。エンジンルームの上の、はい、ダクトの、はい、インテークのところの、まあ、こういうやつですね。で、これが砲塔の下のところっていうんですか、エンジンパネルの上の、砲塔の後ろ側もあるところの、なんか、泥除けっていうんですか、ゴミが入らない、はい、ガード。で、細かいパーツは、砲塔とか、まあ、車体につく、細かいフックとか、で、これ、何かなと思ったら、ジャッキのパーツでしたね。はい。あと、これは、マガジンポーチっていうんですかね。はい。体育基準の。まあ、そんなままで入ってますね。はい。で、ステンレス製です。はい。クリアパーツですね。はい。こっちのやつは、車体とか砲塔につく、ペリスコープ。で、こっちのやつは、キューポラーとかに使うやつですね。で、これは、車間塔ですね。はい。付属の戦車兵のフィギュアですね。はい。やっぱりフィギュアついてるってすごくいいですよね。こういう感じですね。はい。お顔もいいですし、手の造形もすごく良くて。これは、こういう感じで、双眼鏡を持った手が、こういう感じで、一体形成ですね。面白いですね。小物の出来もすごくシャープでいいと思いますね。ポリキャップですね。天輪用です。箱組み済みの下部車体ですね。はい。まあ、こういう形で、こう、ガイドとかディティールは、まあ、しっかり出てます。で、最近はやっぱり、こういう車両を見ると、まあ、一番最初に、走行表面見に行くんですけど、はい。見えますよね。はい。もう、こういう感じで、まあ、圧延走行ですよね。はい。下も、もうしっかり、ついてます。まあ、当然、溶接痕とかもついてますね。はい。前の下っていうんですかね。まあ、こういう目立つところもしっかりついてます。どうですかね。まあ、これすごくいい走行表面ですよね。ちょっと、ツイメリットするには惜しい、はい、走行だと思いますね。僕はね。はい。車体のパーツですね。上部車体、リアパネル。あと、一部小物がついてますね。上部車体ですね。はい。まあ、まず、主走行ですよね。走行表面とか、こう、溶接痕ですね。はい。まあ、いいですよね。多分、実写の写真とか見る限りは、こんなにうねうねはしてないかなっていう感じですけど、模型的で実にいいですね。僕はこれ好きですね。いいですね。で、こういう溶接痕とか、もう本当にしっかりついてて、側面走行もこういう感じです。はい。これいいですよね。塗りごたえありそうですよね。で、サイドスカートの基部は、こういう感じで、はい。ディティールがしっかりついてますね。まあ、あと、表につくところっていうんですか。はい。まあ、こういう溶接痕とかディティール。で、ここのパイプとか。まあ、さすがですよね。こういう細かいところ、しっかり、再現されてますね。で、天井はもう、こういう感じでもう全部、こう、分割されちゃってますよね。はい。で、中のランナーは、これクリーニングロッドですよね。で、下部車体の多分、隔壁と、まあ、マズルブレーキ関係と、はい。そうですね。まあ、ちょっとこの辺はギャップありますかね。なんかね、ディティールのね。はい。上部車体の天井ですね。はい。もう、走行表面はもちろん同じようにできてますし、溶接跡ですか？ここのとことか、うん、しっかりぬからずやってやりますね。で、これが運転席のとこですね。前の。沈騰ネジですね。これはまあ、あるんですけど、中っていうんですか、そこにこう、ディティールはないですね。はい。へこんでるだけ。うん。これはここのハッチですね。はい。と、工具類と。はい。まあ、クランプこういう感じで、精密なのついてますね。うん。これは前書灯のパワーコードだな。で、これが基部か。はい。で、この辺が
気取り抜き部のパーツですね。はい、はい、もうこういうあの溶接だとしっかりできてますね。うん、でこれがエンジンルームの点検ハッチ。まあとにかくあのこう走行表面っていうんですか、はい、あの圧延走行板使ってそうなところはもう全部できてますね。うん、これはチントネジの底がちゃんと再現されてますね。リアパネルですね。はい、いやもう何回見てもこれいいですね。はい、あと気になるのはこれかな、ゲートがかかってますね。はい、これは多分削んなきゃなんねえかな。はい、とこれ点検ハッチですね。はい、まあ、小物類と牽引いいんじゃないですかね。はい、この辺もねシャープで、まあ贅沢言えば整いすぎてるかな。はい、あの新品ですかみたいな感じですね。はい、ハッチの裏側もちゃんとディティールついてますね。はい、まあただこれねスライドオープンだから見えないんでしょうけどね。はい、車体のパーツですね。はい、フェンダーとかあとはまあ、エンジンルームの上の、はい、あの、グリルですかね。そういうパーツが入ってますね。サイドスカートですね。はい。まあ、一体モールですけど、全然問題なくて。ここですね。はい。止めてる、あの、ボルトが、一応、穴が開いてます。で、本体側っていうんですか。本体側にディティールがありましたから、まあ、あの、ガイド代わりにもなるってことですね。はい。まあ、ちょっとリアルな感じで。で表面が普通の梨地っぽくないんですよね。まあこの辺は圧延走行板とか使ってなくて多分普通のプレスだとは思うんですけどね。ちょっと凝ってますよね。はい、車体の脇につく牽引ワイヤーですね。はい、あの I の形とかあのこう止めてるストッパーですか、実にいいですよね。シャープで、まあゲートはねここくっついちゃってますけど、まあしょうがないかなって感じですかね。で、これは、あの、正面走行の内側ですね。はい。ボールマウントとか。まあ、工具もまあ、こういう感じで、あの、水準っていうんですか、ね、あの、よくできてますけど。まあ、びっくりするほどシャープっていうわけでもないですね。はい。まあ、でも、キングタイガーなんでね、全然十分だと思いますね。これは、中のパーツですね。これは、あの、車体下部の、あの、当初バーを止めるパーツですね。はい、これは、前かな、はい、運転席のとこの天井ですかね。はい、うん、まあやっぱりこうちょっと残念なのはあのチントネジの底がツルペタなとこですかね。まああの贅沢な贅沢になりましたね。はい、あの文句言える立場ではないですけど、これはエンジンルームの上の、はい、グリルですね。いや、もうシャープで。通常はね、あの、車体に一体モールドされるんですけど、まあ、細かく分割されてますね。砲塔のパーツですね。砲塔の底で、あの、中にディティールがついてますね。はい。モデルはインテリア付きの出してなかったような気がするんですけどね。あの、まあ、ちょっとそういう雰囲気出てますね。で、これはキューポラーですね。はい。あと、これは、これ多分、チグですね。はい。あの、これ、これが、あの、砲塔のあの、ここの、車体の下部のところにつく、あの、なんか汚れが入るのを防止する、あの、網ですかね。はい。これがフレームで、エッチングパーツをここをつけるんですけど、脇を曲げなきゃいけないんで、はい。チグがついてますね。うん。これいいですよね。で、これが、あの、履帯のチグですね。はい。多分まあガイド本ここにはめるんですね。で、これがオートリアパネルかな。いや、なんか違うな。多分前ですね、これね。これがあるから。うん。で、これが主走行ですね。はい。正面走行。もう当然あの、似たような。まあ、どっちかというとこっちの方は、もう少しおとなしめな感じですかね。で、フロントフェンダーですね。うん。まあ、もうちょっとこの辺のヒンジとか大きくても良かったかなですかね。はい。
報道です。多分こっちの方ですね、多分じゃなくて、これが中側にはめるやつですね、二重構造してる。で、これがまあ、報道の側ですね。まあ、こういう感じで、まあ、ガイドっていうんですか、予備の履帯かける服とか、その他つける、まあ、マークがあるだけで、まあ、あとこの表面ですね、走行表面。いや、もうこれ実にいいですよね。はい。砲塔のパーツですね。はい。あと、一部車体のパーツですかね。はい。そういうのも入ってますね。これは底の部分ですね。で、これがさっきのチグの片割れですね。はい、サンダスル。対空機銃とか、と、排気管カバーのとこですね。はい。いいですよね、これね。もう、本当に、こう、ゴツ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 してて。うん。これは、上部車体の、エンジンデッキの上の、まあ、フレーム部分っていうんですかね。うん。はい。ボールマウントの基部とか。ジャッキ台か。はい。これベンチレーターカバーで2種類ついてますね。対空機銃か。で、ザーコフ。はい。ちゃんと2種類。見えますよね。この基部がね、違ってんの。はい。しっかりついてますね。鋳造するものは鋳造する。圧延鋼板は圧延鋼板。とにかく表面のこういうディティール。はい。もうしっかり全部ついてますね。はい。うん。これ対空機銃かか。で、砲塔の天井がこういう形ですね。キューポラはベースはもうこういう感じで一体形成ですね。まあ十分いいと思いますよね。はい。うん、いや、本当にこの走行表面いいですね。うん。これは主砲の基部の中だな。リアのフェンダーですね。はい。この辺はローダーハッチとかかな。うん、これは、リアの、砲塔のリアのあっちの内側か。はいはいはい。ジャッキーだとか。はい。まあ、基本パーツがみんなでかいですよね。キングタイガーね。はい。これ、バールと手法ですね。これが前哨塔ですね。はいはいはい。これは機動輪と誘導輪ですね。あと、まあ、履帯の一部と細かいパーツですね。同じランナーが2枚入ってます。機動輪周りからですね。機動輪ですね。はい。こういう感じですね。まあ、普通かな。はい。よくできてますよね。はい。で、ギアのところに、はい、ゲートがかかってないんで、はい。もう、しっかりできてますね。はい。で、これが基部で、こっちが誘導輪とかですね。はい。かなり細かく、やっぱり、こういうところとか見ると、はい。刻印とかもついてるんで、再現されてますね。はい。普通とか言っちゃいましたけど、やっぱり、かなり細かく、シャープにできてますね。うん。これは排気管の、基部ですよね。カバーの内側の。この辺はでもなんか、普通の梨地なんですね。これは履帯の一部ですね。はい。これは車載機銃ですね。で、これ多分排気管ですよ。はい。こういう感じで、銃口開いてますし、これ見えますかね？スリットがしっかり入ってますね。はい。まあ、これが誘導輪の基部とかですよね。で、これが多分、運転席の上の、天井の上につく、一番真ん中にある丸いやつ。はい。はい、多分、ベンチレーターのカバーなんでしょうね、これね。はい。シャックルとか。で、これ、ジャッキーのホルダーですけど、やっぱり、超ネジすごいシャープで、でかいんですね、やっぱりね。4号戦車とか、タイガー戦車より明らかに大きいんで、まあ、再現しやすいんでしょうね。もう、細かいパーツもこういう感じで、はい。すごいシャープにできてますね。ただ、ちょっと気になるのは、さっきからバリっていうか、パーティングラインがでかいっていうんですか、この辺とかなんとなく皆さんも感じてたんじゃねえかなと思うんですけど、こうよく金型がちょっとずれ気味で成形されてるといえばいいのかな、
はい、細かいパーツにそういうの目立つかな。キドリンとユドリンの内側ですね。はい、まあしっかりできてますね。履帯もまあこういう感じですね。足回りと履帯ですね。はい、あとロードホイール、同じランナーが4枚ついてます。まずロードホイールですね。はい、まあさっき僕が言った周りっていうのは、この辺のまあ際とかにちょっと出てるんで、なんとなくこう気になっちゃうんですよね。まあ削りゃいいんですけどね。はい、で中もこういう感じですね。はい、もうボルトナット六角ボルト、あとまあこういうプレートですよね。このしっかり再現できてますね。うん、こういう感じですね。細かいパーツはまあこういう感じですか。はい、多分もうキングタイガーね、組んだことある人ならば、まあ、なんとなくどのパーツがどのかなってわかると思うんで、まあパーツを見てもらえば、まあ、どのくらいシャープっていうんですかね、はい、こう再現度が高いのかわかると思いますね。うん、こうかなりいいと思いますよね。まあ新しいキットだけありますよね。これはトショーバーですね。一体形成ですけど、まあ、こういうところ、これはまあ鋳造品なんでしょうね。はい、そういう表面処理しっかりできてますね。ホイールの裏側ですね。はい、もう当然しっかりできてます。押し出し身の跡ももちろんないです。こういうところですね。まあ裏側の見えないところもきちんと処理されてますね。部分分割式の履帯ですね。はい、これが多分まあ一番底の長いやつですね。で残りはもうバラ、あと別のランナーに一部ちょっとつながってるのがありましたね。3種類ってことですね。はい、もうこういう感じで滑り止めとかしっかりできてますし、ただ表面っていうんですかね、表面はまあ普通ですね。あのつるペタ、はい、あの当然あの鋳造したような特殊な処理もしてないですし、なし地でもないですね。はい、まあまあこの辺はもうあの組んでから多分いろいろつけると思うんで、はい、あのピグメントとかね、まあ全然いいんじゃないですかね。はい、形もいいし、押し出しピンの跡ももちろんないですね。履帯の内側ですね。はい、これが平のやつで、こっち側のガイド本がついてるやつですね。はい、こういう感じですね。うん、まああの組み立て自体はチグがありましたんでね、あのそんな難しくなさそうなんで、うん、まあ良さげな履帯ですよね。はい、パーツの紹介は以上です。総評です。もうあの新しいキットだけありますよね。まあこの業界で4年ってまあちょっと前かもしれないんですけど、多分キングタイガーのキットとしてはもう新しいブルーに入るんで、やっぱりその表面処理とかパーツの分割とか細かいパーツのその成形技術とか、まあ新しいものだけはあるっていう感じですね。はい、まあパーツの分割は、あここを分割しちゃうんだみたいなところもあれば、まあ、一体形成でうまく作業っていうんですかね、まあ効率化してるところもあって、なかなか面白い感じでしたけど、まあ、あの組み立てやすそうだなっていうのが、まあ、初めの印象ですかね。はい、ちょっとタミヤっぽい感じで、はい、であとはまあ走行表面ですよ。はい、走行表面もうこれはまあ素晴らしかったですね。あのまあ好みのブルーに入っちゃうと思うんで、もうちょっとなんとかしたいなとか、あの、まあ、僕はこういう風にしたいとか、まあ、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあとりあえずあのいじる前にサフ吹いてみてみたいですよね。はい、あのどういう風にあのこう再現できるのか、まあ、まず見てみたい。はい、そういう走行表面でしたね。あのツインメリット、まあ、箱絵にはまあがっつりツインメリットついてますけど、これねちょっとしちゃうのもったいないなみたいな気は本当にしますね。ちなみにツインメリットはあのインストラクションっていうのかね、マニュアルには一切記述がなかったんで、まあ自分でやってねってことですね。はい、あのまああと細かいパーツもまあしっかりできてたっていうか、シャープで、ただ
まあそれだけになおさらちょっとバリが気になっちゃったのは残念ですかね。はい。まあこの辺はもう丁寧に整形してやればすごくシャープに仕上がると思うんで、まあさすがモンモデルっていう感じですかね。はい。キングタイガー以前なんかおすすめありませんかって視聴者の方からコメントもらったことあるんですけど、この辺やっぱりいいですね。はい。おすすめですね。極端に高度な技術って言うんですか、整形技術とかあまりいらなさそうだし、基本の切り離す、削る、貼り付ける、まあそういう技術で十分いいものできそうな感じですよね。はい。やっぱりこういうの見ちゃうと同時期に発売されたタコムですかね、あの辺もちょっと見てみたい気はしますね。はい。まあ手に入ったらいずれやろうかな。はい。今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。